第一にやったのは議案法案出せるようにやったんで、ブラック企業規制法案出して、そしたら出す前に出すぞという噂が流れただけで、それまでブラック企業なるものは存在しないと言ってた厚生労働省がブラック企業対策を始めたんですよ。5000を超える事業所に監督に入りまして、8割以上に違反が見つかって、4000超える事業所に是正指導が行われた。共産党の議席というのはこれだけよく効く薬なんです。特効薬なんです。これをぜひ伸ばしてほしい。皆さん、議案提案権でもう一つやったこと、それは秘密保護法を廃止。